皆さんこんにちは、 SE プラスの山田です。このラジオは IT 教育会社の SE プラスが旬な IT のトピックや人材育成を中心に個人の見解をほのぼのと語るラジオです。寺井さん、本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、このラジ史上初めてのダブルゲストということで、早速じゃあ寺井さんからお呼びしていただいてもよろしいでしょうか。はい、でまずゲスト会初回でまずお越しいただいた矢沢久夫さんです。あ、こんにちは矢沢です、よろしくお願いします。お願いします、はい、そしてこのラジ初となる初登場となります前田隆穂さんです。前田です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今日は実はこのラジオ撮る前に矢沢さんが前田さんにインタビューをするっていう、はい、YouTube 企画を初めて矢沢が聞くっていうちょっとコーナーをですね、今回やらせていただいたんですけども、その後ちょっとこう撮影後にお二人残っていただいてラジオも撮っちゃおうと。はい、すいません、ずうずうしくてありがとうございます。はい、で今日ちょっとテーマが一個なんかもありまして、ちょうど、この音声メディアが出るのが多分4月ぐらいになると思うんですけど、4月とかって、新入社員であったり2年目の人が飲み会をこう会社で仕切ってくれる、うんうん、とりあえず新年度会というか、新入生も入ったし、新入社も怪しいから犯罪ですから新入社員も入るからっていう形で、うん、こう飲み会を開いてくれって急にこう言われるケースがあると思うんですよ。そうなった時に何を考えてやらなければいけないか、飲み会の幹事だな、飲み会の幹事、うん、新人さんが飲み会の幹事、新人もしくは2年目の人、2年目の人の方がいいですかね。新人が急に幹事ってのはないと思うんで、そうだな、2年目だな、2年目で新人も入ってきたことだし、ちょっと君幹事やってくれと急に言われましたという時に、どういうことを考えなければいけないのかっていうのを、こう前田さん の書かれた本にもあるプロジェクトフプフを使いながら何をこう考えなきゃいけないのかっていう、ちょっとラジオで話してきたんですけど、前田さんプロジェクトマネジメント専門家だからね。はい、そうですね、前田さんプロジェクトですよね。もうプロジェクト、これはまさに会社、その会社にとっては基地の行為ですけど、その新人関係会ですか、その任される人が初めてやることであればそれは未知なので、プロジェクトと言えますね、初のプロジェクトなわけですね、でなんか当たり前ですけど特に引き継ぎとかないじゃないですか、飲み会をやるための引き継ぎとか、要はこういうことを考えなきゃいけないよとか、この現場だったら過去にこういうことがあったからとかってあんまない状態で、多分急に本当に未知すぎると思うんですけど、こう前田さんの本でもあると思うんですけど、まずは勝利条件を決めようっていうところがあると思うんですけど、この勝利条件っていうのが何なのかっていうのを簡単にお伺いしてもいいですか。はい、勝利条件っていうのはそのプロジェクトの成功の定義ですね。このプロジェ勝利条件っていうのは工夫の概念でいくと、獲得目標というものとついになっているものです。獲得目標というのはその、歓迎会を行うという、はい、すごくこう曖昧な大きな言葉ですね、でその歓迎会がどうなっていたら成功と言えるのかというのが勝利条件になります。うまくその目標が成功したと言える評価基準、評価指標、判断基準が勝利条件だというふうに考えていただくといいと思います。なるほど、なるほどね。だそこはでも担当になったらまずそこをまず考えるのが一番先になってくるんですか。大事ですね。それを決めないと、はい、その歓迎会をするっていう目標しかないんで、だ料理何がいいんだろうとか、なんて言うんでしょうね、その席次、どういう並びにすればいいんだろうかとか、あとお店の雰囲気どういうところを選べばいいんだろうか、考えないといけないことがもう膨大になるわけです、でも勝利条件っていうものを決めればその考えないといけない範囲を狭めることが
できます。限定って言うんですけど、うんうん、限定しない反対の言葉が無限定です、ね、獲得目標しかないと無限定、でも勝利条件を設定することで限定できるんで、うん、その歓迎会の計画を立てやすくなるっていう、まあ、メリットがあります、ね、なるほど。これまあ、私自身が2年目だったつもりで考えた時に、勝利条件をまあ考えようってなった時には、その君やっといてくれって言われた上司とはすり合わせって必要あるんですよ、勝利条件。それは今回の飲み会っていうプロジェクトに関して言うと、基本的には自分で考えてそこを定義するってことになってくるんですか。もう任すわって言われれば、はい、勝利条件は自分で決めればいいんですよ、うんうん、その勝利条件が曖昧で任すわとも言われておらず、はい、その最悪なのは勝利条件がないまま、うん、任された人が良かれと思ってあれこれ頑張って一生懸命計画を立てたのに、うん、いざ当日そのお店に入ってみると上司から、うん、なんだここはとか、なんだこの料理はとかこの店何なんだよって言われるのが最悪なことなんで、はい、理想的には勝利条件をちゃんとその発注をした指示、うん、獲得目標の指示を出した上司とすり合わせて合意をするっていうのが必要です、うん、なるほど、なるほどね。まあ、じゃあそこのじゃあ勝利条件ちょっと考えてみます。そうですね、せっかくなのでちょっと、ね、今日矢沢さんもいるんで、矢沢さんはだから上司ですね。上司だね、上司としてのいやもう自分の年になっちゃうとね、はい、勝利条件はみんなの笑顔かな。おだからね、料理がどうのこうのなんていいし、いい予算なんかオーバーしたら自分で出すよ、うん、だからね、いい上司だね。だからそれで、ね、もう大盤振る舞いでやってくれってんで、いくらまでいいんですかって言われたら、そりゃちょっと考えてくれってのあるかもしれないけどね、うん、そういう風に言うから、それに合わせてやってくれって感じかな。みんなが笑顔になるようにやってくれ、お金はいざって時は出すよ、どうだい、いい上司、いいだろう、なるほど、頑張ろうってなりますね。はい、うわこれそうか、そうか、もう山田さんか寺井さんはどうだろう。私はなんか時期的にそのやっぱり新入社員とかと、新入社員同士だったり、新入社員とその一緒に働く上司だったりとかがこう仲良くなること、その会で仲良くか、はい、が勝利条件なのかなって思いますね、うん、あ集まった人同士でってことか、まんべんなくできたら、まんべんなくか難しいなまあそうですね、規模によりますもんね、何人ぐらいいるかですけどですね、なんでまんべんなく、あのそうですね、1年目だけでこう固まるとかは、うん、なのでそれをベースにするとやめた方がいいかなとか思ったりとか、うんね、そういうところに、まあ、それが勝利条件でそうするためにって一生懸命考えるってことだね、はい、なみたいな、うん、山田さんは。僕もそういう、まあ、歓迎会っていうことであれば、あの新入社員と、まあ、2年目もしくは3年目ぐらいの若手社員が二次会に行くっていうこと。あなるほど、それだとさっきの寺井さんが言った仲良くなった結果、その後勝利条件にすればいいかなって思いました。そのなんか仲良くなったかどうか分かんないけど、二次会があったらそれは成功だと。1年目だけで飲もうじゃなくて、まだこの先輩たちと話してたいっていう状況が作れるかどうかが、個人的には勝利条件にすると分かりやすいかなと思いました。確かになんか勝利しにくい感じもあるけどねあれ気づいたらいないみたいな、新入社員の方いないみたいな でも逆算して行かないといけないって言ってます、ね、結構だから楽しくない飲み会かもしれないですね。でもそうなってくるとあの考えないといけないから。なるほどな、そしたら上司はさっさと返すとかな。そうっすよ、そうだよなじゃあこれ聞いてちょっと前田さんに、そうです、アドバイス、アドバイスいただきましょうそうですね、その矢沢さんのみんなが笑顔になるっていうのは、今のお三方の勝利条件の中では多分最も抽象度が高いですね、うんうんうん、すごくこう普遍的っていうか、うん、でその下に、それよりも下の流度というか、それよりも低い抽象度として、うん、あの寺井さんのそのみんなが仲良くなる、うん、こう年次に限らずみんなが仲良くなるというのがあって、でさらにその下の具体的な表現として、うん、二次会に行っているっていう山田さんのものがあるのかなというふうにまあ受け止めてます、うんうんうん、勝利条件というのは一つの目標に対して複数ありえます、うんうんうん、なので、うんうん、そのみんなが笑顔になるっていう勝利条件があってもいいし、うん、
そのみんなが仲良くなるっていう勝利条件があってもいいですし、うん、二次会に行っているっていう勝利条件があってもいいんですけど、うん、あってもいいですね。ただそれを一つにしていくっていうのが大事で、うん、矢沢社長は仲良くなるが勝利条件で3年目の寺井先輩は、まあ、みんなが仲良くなるですね。あの矢沢社長がみんなが笑顔、うん、寺井先輩がみんなが、仲良くなる、うん、まんべんなく、で山田課長が、二次会に行くみたいに思っていた時に、うんうん、なんかみんなは笑顔で仲良くなったんだけれども、あー楽しかったさよならって言って二次会に行けなかった時に、うん、山田課長はこう満足しないですよね。勝利条件実現できてないから、うん、だからその3つ出ている勝利条件をこうすり合わせて合意をしていく必要があるんですよ、ね、すり合わせて合意って例えばどんな風に、その例えば笑顔になるは仲良くなるよりも多分上ですよね。あ、抽象度が高いってこと、はい、その仲良くなければ笑顔にならないから、うんうん、なるほど、あの泣いてると感動して泣いてるとかじゃ多分ないと思うので、うんうん、だそこはうまくすり合えると思うんです、うんうん、仲良くなった現れとして笑顔になってるとかっていうことであれば、うんうん、ここは十分すり合えますが、僕が問題児みたいな、まあ、よかったよかった、矢沢社長に、あとは山田課長のねそうどうしましょうかね、山田課長の二次会に行くってのが、はい、仲良くなければ二次会に行かないだろうっていう考え方もできるし、はいはい、でもそれはアンコントローラブルなものが一個増えちゃうんで、うんうんうん、行って仲良くなるとは限らないんで、うん、仲良くなったから行くんでしょうけど、うん、行って仲良くなるとは限らないんで、勝利条件として設定するのが若干こう危うい、リスキーかなって。いやでもその時はね、その時は社長に一声言ってくれればこれで二次会行ってこい、ボーンと出れば問題ないな。あ、そのいやでもそういうことじゃないですよ、ね、あ、そういうことじゃないか、今は金銭の話じゃない。そうかそうか、そればっかり言ってるからねこっちね社長だからやっぱりお金が一番なるほど。こういう場合は山田課長と話してその勝利条件はなしにしてくれとすり合わせる。どうしても必要ですかっていうのを聞いていいと思うんですよね重要でしょう。二次会に行くっていうことがどうしても必要かってことですよね、はい、行きたくない人だっているだろうと。いやそうです、だからこう仲良くとか笑顔ってすごいこう抽象的すぎてモヤモヤするっていうのはあるんですよ、はいはい、あの私からすると、はいはい、でもそれはしょうがないもんなんですかね、こう飲み会というだ明確にしたいか、もっと具体的な振り返りたいんで、であればその仲笑顔でかつ仲良くなったとは何かっていう定義をした方がいいんですよね。あ、連絡先を交換するとか。そうか、定義か。LINE を交換するとか、はい、とか、あのその二次会に行くことが唯一の仲良くなったと言える表あの指標に、ね、現れなのかって言ったらそうじゃないと思うんで、その勝利条件をこう合意していく、すり合わせていくのであれば、その笑顔で仲良くの定義を多分複数あるから、うん、その中の一つとして二次会に行くもあるんですけど、うん、山田課長はどうしてもその二次会に行くにこだわってるのか、うん、いや二次会じゃない、二次会に行くことで得られる何がしかの体験とか思いみたいなものが大事なのであれば、うんうん、二次会に行くっていう行為じゃなくても、うん、勝利条件を見出せるかもしれないんで、仲良くとは何かとかいうのを一回こう話し合ってみるっていうのが大事かな。すり合わせだねこれね。あ、面白い。仲良くとは何か、だから山田課長のどとまた他のだよね。そうなんだろうな、僕だったら集合写真で全員が笑顔だったってダメこれはあ、でもいいですねそれ、まあ、一個ありだと思います。ありですか、うん、テレさんはでもさっきの連絡先もそうですし、あと何だろうな、難しいな。仲良くなったって分かる方法、いや、仲良くなったって分かる方法、そうですね、山田さんどうですか。僕はだから二次会ばっかり、いや、別にそれ以外それ以外なんかないの。それ以外、まあだからやっぱりその
歓迎した新入社員の人たちがなんかまあ金曜日だとしたら月曜日からも楽しみになりましたとかっていう言葉がもらえたりすると、なるほど、アンケート取っちゃうとかそんな飲み会嫌か、いやまあ そこは行き過ぎかもしれないですけど、うん、そのやっぱ声としてほしいですよね。確かに、なるほど、はい、あじゃあ今日どうだったみたいに感じが聞いてもらって、でも楽しかったって言ってくれたら、楽しかったって多分ね言わないやついねえかまあでも難しいですよね、その、でもそんなやついないかで行くと結構設定が難しいんで、やっぱバチッといかないといけないです。こうやってそのね、この成功のことを考えていくっていうのはなんか楽しいことではあるよね。そうですね、本当になんかこう前向きな考えっていうか、そうですね、こういうことのすり合わせは楽しいんじゃないですか。楽しい、そう思います。なんとなくその会社のそのミッションビジョンバリューみたいなふわっとしたものをこう設定している会社は多くあると思いますけど、そういうそのふわっと曖昧なものをなんとなく分かってはいるんだけども、でも一度もこうすり合わせたことがないような会社社員の皆さんってすごく多いと思うんですけど、今みたいなその仲良くっていうことを一つとっても多分みんなバラバラで考えたこともないって人も多いと思うんですけど、そういうすり合わせる体験、何々とは何かっていうのをみんなでこうすり合わせていく体験っていうのは非常に面白いですし、相互理解を促すことにもなると思うんで、こういう何でしょう、歓迎会一つとってもやってみると面白いんじゃないかな。そうだよね、確かそうですね、仕事も楽しめるんじゃないかな、こういう話し合いっていうのはね、お互いを知り合えますね本当に。そうですね、なんか自分の情報を開示するってよりも、自分のその考えとかを直接的にあの人の、いやどこに住んでるんですかとか、音楽何好きなんですかって聞くよりも、ちょっとこうプライベートに踏み込まない、こう理解する手段としてはいいんじゃないかなって思います。そうですよね、なんかその普通のいわゆる一般的な質問よりもなんかより分かりますよね。しかもなんかその人の人となりと考え方と、はい、分かるね、出身地とかじゃなくて、はい、そうだよね、そうだよね、そうだね、で今やっぱいろいろこう聞いていいも質問と聞いちゃいけない質問みたいなのもあったりはするじゃないですか、世の中的に。でもこの勝利条件を考えるための情報っていうのは別にタブーはないというか、はいはい、本人の意思によって話してるので、そうだね、いいですよね、プロジェクトのだからね、そうです、ね、そうだよね、個人のことじゃないもんね、プロジェクトだからね、なるほどね、だからそうやってこうすり合わせていって、じゃあ、これその勝利条件を満たすためにはどういうお店がいいかなみたいなのをこう決めていく、はいはい、そうですね、だから仲良くなっているとかであれば、その移動しやすいなるほど、みんなが環境じゃないといけないというか、なんかこう、そうか、じっとしてないといけないとこじゃなくて、はい、動き回れるような立食パーティーにしちゃうとかとかもあります、はい、掘りごたつで靴脱いでとかだとすごく移動しにくくて、なるほど、なるほど、なるほど、居心地、尻から根っこ生えちゃうからそういうのはふさわしくないよねっていうふうに場所選びとか環境選びにも影響してきますしで、そうですね、そういうコミュニケーションがしやすいようなこう食べ物、仲良くならざるを得ないようなメニューをこう、なるほどね、出してくれるような、それ何かわからないんですけど、いやダメなものはわかりますよ、カニはダメだよ、みんな黙るからね黙々とね、あいいですね、カニはダメだな、カニだからそのお金がいくらあってもコースとかやめた方がいいっていうのもそういうことですよね、もうコースで料理コースが一人じっとしてその場にもんな、一皿が垂れるコース料理だと大皿でっていうことか、お好み焼きとかもいいじゃないですか、なんかあみんなで分け、みんなで焼いて、ね、みんなで焼いたりして成功したみたいな、とか、ね、うまくね、お好み焼きもプロジェクトになるかもしれないから、そこでな、確かにすごく面白いと思うんですよね、だから仲良くなるとかコミュニケーションがこうその深まるみたいなのが仮に勝利条件であった場合に、そのお好み焼きであればテーブルごとのお好み焼きのコンテスト、焼きコンテストみたいなのをその歓迎会の中でやって、でチームごとに競わせて勝つと社長から金一封がこう来るみたいな、なるほど、めちゃめちゃ盛り上がりますね、チーム作りに、大丈夫だ、出すよ出すよ、そのぐらいだなっていういろいろなその
なんて言うんでしょうね、料理の出し方、そこでのこうアクティビティ、あのどういう活動するかっていうところまでもが勝利条件を設定することによって考えやすくなるんですよ。なるほどなるほどね。常に勝利条件、それからすり合わせだな、はい、大事なことはね。なんか注意事項みたいな、注意しなきゃいけないことってありますか、こう考えていく上で。やっぱりさっき山田さんもおっしゃったんですけど、評価指標、それは測定できるかどうかっていうのが大事で、うん、仲良くなったのをどう測るんですかっていう、どうなってたら仲良くなったのか分かりますかっていう、うん、振り返るためのものが必要なんですよね、うん、でそれがその日の集合写真っていう話もあれば、うん、交換した LINE の数っていう指標もあれば、うんうん、その金曜日にやったとして月曜日にその席が近かった人同士で挨拶をなんか今まではしてなかったんだけれどもしていたっていうような、そういう指標だってありえるので、何でもってその仲良くなったを測るのかっていうのを決めておく必要がありますね。それがないと評価ができない、うん、なるほどね、難しいね。結構一応難しいかもしれないですね。そこを考えるのがマネジメントなんだ、やっぱり。なるほど、やりっぱなしじゃダメだ。集合写真でみんなが笑顔だっていうのはすごい分かりやすいです。ああ嬉しいな、いい、 いい指標だ。その意図を考えたその担当者が実はハックしてたとしたら、うんうん、皆さんちょっと最後笑顔でお願いしますよって言って意図せんの、そんな楽しくなかったんだけども笑顔になる可能性もあるんで、うん、あ、調整できちゃう。あ、そうですね。だからその辺のこう評価指標の設定の妙っていうのは、まあ、おっしゃる通り難しいですよ。あ、でも笑顔が最後のゴールだったらそこ、そうですよね、折衝が入るから、うん、それって能力ですよね、うん、そこに向けて、はい、すいませんそれがプロジェクトになった時にいやいや、まあそこは そういうことしないでちゃんと盛り上げていかないと、幹事さんが。なるほどね、みんなが笑顔になるよね。そうですね。そうだ、計画だけじゃなくてやっぱ実践しなきゃいけないからでもだからやっぱそこのいろいろな部分があって、最終的にまあ決めたことにみんなで向かっていくっていう、うん、はいはい、その時にその自分が直接コントロールできる要素もあれば、自分が直接コントロールできない、影響を与えられない要素っていうのもあるんですよね、うんうん、だその笑顔になってくださいは直接言えることです。うん、でもその直接言えないけども笑顔にしていかないといけない場合は、そのうん、環境でその笑顔になるのを作っていくとか、自分が働きかける以外の要素で間接的にその人に笑顔になっていってもらうっていうような仕掛けをしていかない、設計をしないといけないんで、うん、まあ難しいわけですね。うん、だからそうですね、そのじゃあ社長と一緒に最後を撮るんで笑顔に行った時にその社長がすごくもう本当もう嫌だこのギャグみたいなことを連発していた体験を仮に周りの人がしてたとしたら、はい、じゃあ笑顔でって言ってもならない、笑顔にならないかもしれないので、親父ギャグは受ける人中心のテーブルでしていただくみたいなその行動が必要だったりするわけ。なるほど、身にしみるなありがとうございます。ちょっとでもまあそれをまあプロジェクトにとかっていうところもそうですけども、まあ、実際にまあそういった勝利条件を決めて、いろいろなものを考えていくっていうのを、まあ、実はこう SE カレッジの中でも前田さんにはですね、うん、講座も実は持っていただいたんですとか、いい、ね、あとは、うん、本も出てるんですよ。さっきの勝利者プフ、はい、プフプロジェクトのプフ、うん、なのでぜひちょっと興味持った方は書店に行っていただければ並んでいると思いますあとは SE カレッジというものを調べていただいてそうだ、ね、お問い合わせをいただいてもそうですし、まやさんが講師として行くこともできますので、うん、あとは親父ギャグを含む研修が欲しい人は矢沢さんの、ね、そうだね、基本情報対策すいませんね、ジャバのプログラミング言語いろいろやってますやってますから、はい、よろしくお願いします、はい、本当にね、もうギャグが言わないとね、プログラミングでギャグ言いますから本当にギャグだねって感じですけどね、はい、ありがとうございます。本日はダブルゲストということで、はい、はい、矢沢さんと前田さんに来ていただきました。どうも本日はありがとうございました。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 